皆さんこんにちは、チャミです。私は今韓国に来ています。今から韓国の UFO テーブルカフェ韓国店さんの方に遊びに行かせていただこうと思ってるんですけれども、日本ではワールドツアー上映が始まっておりまして、ますます盛り上がってるんですけれども、こちら韓国店さんの方でもですね、ワールドツアーの特別メニューが食べれるということでやってきました。韓国店さんの方ではサネミさんのメニューが食べれるということで、確かね、串焼きとかだったかな、お肉料理だったと思っております。そしてなんとですね、こちら韓国店さんの方では無限列車のリバイバルをしていただいているということで、期間がすごく短いんですよ。その情報を聞きつけてすぐにエアーのチケットを取って韓国にやってきた次第でございます。私関西済みですので、ダイニングの方にはあんまり行かせていただいたことないんですけれども、メニューは日本でやってきたメニューのリバイバルという感じなんでしょうかね。ほぼ初見なのでよく分かっておりませんが、そちらの方も楽しんでいきたいと思っております。カフェの方はもうすぐそこで今開店を待っているという感じです。約1ヶ月ぶりのカフェなんですけれども、店内どのように変わっているのか、グッズの状況なども含めて皆さんにレポートをお届けできたらいいなと思っております。動画を最後までお楽しみください。そして煉獄さんのダイニングが始まっているというお知らせが出ています。いやー、すごいですね。入れるのかな。入ってみたいと思います。時間来てるから大丈夫かな。行ってきます。というわけで、店内に入ってきました。メニューを見ていきたいと思います。これが、無限列車コースの A と B コースです。で、これがドリンクになってるみたいです。これ煉獄さんですよね。これは赤さかな。これが M かな。炭治郎、禰豆子ちゃん、善逸、伊之助って感じかな。ランチョンマット全6種類で全部煉獄さんですね。でコースターは M ちゃんが一人だけいるだけで、こちらもね、赤座と煉獄さん、煉獄さんが入ってるんで、ほとんどもう煉獄さん尽くしです。お楽しみくじもなんか懐かしい感じですよね。こんな感じです。これはクリアファイルとかかな。でこちらがポストカードですね。あ、で節分イベントやってるんですよね。節分のドリンク、あ、こちらでは7000ウォンらしいです。サネミくんのメニューはどこに行ったんだろう。サネミくんのメニュー、ここに書いてるのかな。でもドリンクメニュー、ドリンクメニュー、フードメニュー、でも A と B しかないですね。もしかしたらやってないのかな。やってないのかな。やってないのかもしれないな。食べに来たのに。嘘。もしかしたらサネミくんのメニューないかもしれないですね。食べに来たんですけど、ないのかな。ないのかな。ちょっと翻訳機にかけながら見てみよう。うわあ、やってないな。多分やってないですね。まあしょうがない。コースの方を楽しみたいと思います。翻訳機にかけながら
見てたんですけど、ダイニング A コース、ダイニング B コース、かまど炭治郎、かまどねずこ、あがずま善逸、ひしびらいのすけ、惜しいな惜しいな、煉獄京十郎、円7000ウォンテ、いろいろ想像するわ、赤字7000ウォンテ、ちょっとおもろいやないか、節分飲料7000ウォン、コーヒー、あ、これはノベリティなしで飲めるのね、かまど兄弟、時と兄弟、いいね、惜しい惜しい、品津川兄弟、甘露寺みつり、ぐっこぐっこ、惜しいな惜しい、反転宮と白白天いいなこれ、分離された血の後ろ、あ、これは分離だから多分喜怒哀楽ちゃんですね、ぐっこよくない、ぐっこかわいい、店内を見てる間にドリンクとノベリティが来ていました。見ていきましょう、こちらが節分のドリンクのノベリティです、めちゃくちゃかわいい、そしてコースター、日本と同じかな、分厚いような気もしますが行ってみましょう、ドンドン、え、Mちゃん一人しかいないのに Mちゃんが当たったって感じ、嘘でしょ、いや Mちゃんは嬉しいんですけど、あんだけ煉獄さんがあるのに来なかった、嘘みたい、気を取り直して、いや、エムちゃんは好きですよ、エムちゃん好きですから嬉しいんですけど考えられない、とランチョンマット、やっぱり分厚いですね、行きましょう、じゃん、かっこいい、ランチョンマットはあの煉獄さんしかいらっしゃらないので煉獄さん確定なんですけれどもまさかエムちゃんが来てくれるとは、はあ、サミ君のメニューもまだ詳細が分かってないのでメニュー提供ができないということです、決まったらツイッターでお知らせしますと言われました、私は韓国何しに来たんでしょうか嘘です、あの煉獄さんのメニューを食べに来たんですから、今から食べれますから、もうそれだけで十分です、で今回もお迎えは煉獄さんにしていただきました、はい、そしてねドリンク来たんですけど、よ、煉獄さんのドリンクです、オレンジジュースと、なんだろう、カシスかな、いつもウーロン茶にカシスっていうイメージがあったのですごい煉獄さんの髪の毛の色でとっても綺麗ですね、いただきたいと思います、ん、パイナップルかな、フルーティーで美味しいです、節分ドリンクが来ました、こんな感じのホットドリンクです、私まだ日本でカフェに行けてないので日本のドリンクがどんな感じかわからないんですけれども、こんな感じですかではいただきたいと思います、ん、何、きな粉、ん、おいしい、きな粉が独特ですんごいおいしいです、あ、ちょっと寒かったから今ごくごくいっちゃった、あったまる、お料理が来ました、私 B コースを頼んだんですけど、まずこちらエンムちゃんのカレーです、めちゃくちゃ美味しそう、真っ黒、食べた後多分お口真っ黒になりそうですね、でこちらが多分前菜なんですけど、
高さの前菜になっております。見にくいかな、ちょっと待って、こんな感じで、よ、赤さの前菜です。すごい、こうなった方が分かりやすいかな、よいしょ、めちゃくちゃ可愛いです。でそれから最後、これめっちゃ凝ってますね。夢って書いてるんですけど、 M のデザートです。美味しそう。本当は煉獄さんコースを食べたらよかったんですけど、カレー気分で鬼のコースがビジュアルが可愛すぎて、今日は鬼のコースを食べに来ました。明日 A コースを食べに来ようと思います。では早速いただきたいと思います。まず前菜からですよね。これいきたいと思います。お口真っ黒になるメニューばっかりですね。めっちゃ可愛いし、めっちゃ美味しいです。お酒が飲みたくなるグーですね、これ。何なんだろう、このクリームは。このソースがめっちゃ美味しい。何なんだろう。あ、そうだ、翻訳機かけたの。翻訳機かけたの、なんて書いてある。イコーっていうタイトルがついていて、ブラックココアパウダー嵐、私をイメージしましただけ書いてます。韓国語読めないからな。あ、書いてる。明太子、エビ、ん？エビも入ってんの？すごい。へー、出てくんのかな、エビ。あ、エビは入ってない。あ、ぐちゃぐちゃになっちゃった。エビは入ってないけど、エビのエキスが入ってるってことか。美味しい。こちらのエムちゃんがね、いきたいと思います。よいしょ、真っ黒。美味しい、パクパクいける。てかご飯がもうちょっと欲しかったな食いしん坊。うん、めっちゃ美味しいですね。イカスミなのかな、すんごい美味しいです。ではデザートいただきたいと思います。 M ちゃんのデザートです。夢っていうのですよね、本当に。これとりあえずもったいないので置いておきます。夢を取るとこんな感じで色鮮やかです。パンナコッタとかかな、ヨーグルトかな。いただきます。ヨーグルトでした。美味しい。毎朝食べたい贅沢だ。お口にめちゃくちゃ黒い。やっぱ口黒くなってますね美味しくいただきました。ありがとうございます。最高でした。というわけで、サネミ君のお料理もなかったですし、コースター M ちゃんでしたし、その他にもいろいろあったんですけれども、ひとまず美味しいお料理と楽しい空間で間違いなく楽しませていただきました。お楽しみくじを引いたのでホテルで開封したいと思います。ではホテルに戻りましょう。よいしょ。はい、というわけで一旦
ホテルに戻ってきました。カフェでもいろんなハプニングがあったんですけれども、その後撮影したものもほんまにいろんなハプニングがあってまあちょっと見ていただいたらかなりかわいそうというか笑える映像になってると思うんですけれども、自分の月のなさを体感した一日でございました。最近ちょっと調子乗ってたっていうのもありますよね。私って運悪いんですよ、本当に運悪いですし、もう思いつきで行ってるところもあるのでよく失敗するんですけれども、本当にそんな一日でした。はい、ではですね、カフェでお楽しみくじ5回だけ引いてきたので見ていただきたいと思います。まずこちらです。じゃん、ポストカード当たりました。めちゃくちゃ可愛いですね。もう日本では手に入らないのでとても貴重でございます。ではもう一つ見ていきましょう。じゃん、ステッカーが当たりました。めっちゃいいですよね。これ二重構造になってるのか、後ろを見たらなんかシールが入ってるような気がしますね。もう一個入ってるのかしら。お、やっぱり2枚入ってるんですね。これとこれってかとか。めっちゃいいですね。わ、嬉しい。ステッカーが当たりました。そしてもう一つ。じゃん。缶バッジです。煉獄さんの横顔がめちゃくちゃ素敵な缶バッジゲットしました。ではもう一ついきたいと思います。じゃん、缶バッジかぶる？かぶります。これたくさんあるんですよね、種類。なんでかぶるの？まあでも煉獄さんだから嬉しいんですけれども、いろんな煉獄さんにお会いしたかったよ。はい、でも嬉しいです。では最後の一つ見ていただきましょう。最後はこちらです。じゃん、なんとダブルチャンス賞が当たりました。信じられない、めちゃくちゃ嬉しいです。で、ダブルチャンスが当たって引いたらポスターっていう風に出たので、どの煉獄さんがいいですかって言われたんですけど、私はこの煉獄さんがいいですって言ったら、あー、その煉獄さんはもうないですって言われまして、もう逆にどの煉獄さんだったらあるんですかとお聞きしまして、A の煉獄さんをいただいてきました。めっちゃ嬉しいです。ということで最後にめちゃくちゃラッキーなことが訪れました。持って帰るの大変そうなんですけれども、一回開けたいと思います。開けたら本当に持って帰るの大変なことになるのかな。いやでもみんなに見ていただきたいので開けます。これ多分煉獄って書いてるのかな、煉獄一番って書いてるのかな。よし、行きます。あ、反対だった、反対だった。というわけで、ダブルチャンス賞なんと引き当てることができました。5回だけなのにすごい。というかもうあんまりくじが入ってなかったんですよ。あと30枚ぐらいかな、全部引いたらいいこと起こるんですよね。確か韓国は等身大パネルとかすごいものがもらえるような気がしたんですけど、違いましたっけ、違いましたっけ、それ広間でしたっけ。でもダイニングのシステムよく分かってないんですよ私。はい、でもとっても興奮しました。カフェなんですけれども明日も行かせていただこうと思っております。明日はね、 A のメニューを食べて、それから何としてでも煉獄さんのコースター出るまで飲み続けたいと思います。
い。というわけでですね、この度は UFO テーブルダイニング韓国店さんの無限列車のリバイバルの様子を見ていただきました。この動画面白かったよ、役に立ったよという方、ぜひグッドボタンを押してやってください。また見てやってもいいなと思う方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんを。